どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。ちょっと緊急で動画を回してるんですけど、X で、まあ、とある漫画業界にまつわることでちょっといろんな論争が、まあ、端的に言うと、出版社って漫画の本の表紙に原稿料払ってないって本当？っていう、まあ、話題なんですけど、有名な漫画家さんたちがいろんな意見をこう飛び交わせていると。で、まあそれに関して僕がどうこう思うことは何もないんですけど、なんかその話題の中でちょっと僕の名前が出たと。まあ出版社いろいろあるよねと。じゃあインディーズで自費出版すればいいんじゃない？で、インディーズで出版するんで、もっと言うとそれを出版社でリメイクしてもらったらいいとこ取りじゃないみたいな。例えば左利きのエレンみたいなね、なんかそういう文脈でちょっと僕の名前が結構出てたんですよ。まあそれ自体はすごいありがたいなと思ってる次第なんですが、なんかそもそもなんかインディーズで漫画連載って何みたいな風に思うと思うんで、今日はちょっと急遽インディーズで漫画連載するってどういうことか、で本当にそんないいものなのかで、まあ、メリットデメリット、まあ、実体験を通してちょっとお伝えできればなと思って動画を回しております。で、まあ、前提で言うと、まあ、左利きのエレンってそのジャンププラスで連載してるやつと、連載していた完結したものとインディーズ版っていうのがあるんですよ。ジャンププラス版っていうのがこれですね。まあ、二船先生の絵でバッシリ完成版としてすごく読みやすく、まあ、より良くしてもらったのがこちらのリメイク版なんですが、もともとこのリメイクって リメイクってその名の通り、前にあの僕が一人で勝手に書いていたものがあったんです。でそれを便宜上今となってはその原作版と呼んでるんですけど、まあ、こんな感じですね。実はね、もう33巻まで出てて、明日か明後日にはもう34巻が出ると、来月にはもう35巻が出るとっていう、まあ意外と何気に長期連載なんですけど、まあこういうのを書いてたと。ちなみにあのもうねいつまで言ってんだって感じですけど、あの本当にね、あの第1巻なんかもう本当こんな感じなんですよ。こんなノリでさ書いてたの、原作版を。でこの時はまさかそのなんかインディーズ連載でとかそういうことすら考えてなくて、もう本当にただ書いてたの。これを本にするかどうかもなんかよく分かってない、その会社辞めたての時だったんで、そもそもその原作版があって、それがあの未だに Kindle で売られていて、未だにこう刊行されてると、最新刊が更新されてると。でそういうものを出版社がリメイクするっていうのは、結論から言うとまずありえないです。あのほぼないと思ってもらっていいと思います。似た事例で言うと、あの似た事例というか、その似たものはもう世の中にもう大量に事例があると思うんですけど、あのツイッターで連載していて、ツイッター漫画をあのリメイクして商業誌でやろうとか本にしましょうとか、そういう話ってよく聞くと思うんですけど、それと何が異なっているかというと、本にしてしまっていることなんですよね、インディーズっていう形で。だから、要はもうお金を払ってる読者がいる手前、まあ普通に考えたらリメイクした時にその、まあ、出版社の取り分が減るじゃないかで、まあ どう考えても物理的にそう思うじゃないですか。ちょっとこれに関してはちょっといろいろ僕の意見があるんですけど、まあ多分そう普通は思うんで、あるとしたらリメイクに際して原作版、その元々あったインディーズ漫画をクローズしてくださいっていうのが多分条件に含まれると思います。結構それはあると思います。うん、だから今までそのマネタイズ、その要は売り物じゃなかったものだったら胸張ってそのままリメイクっていうのはできると思うんだけど、その普通に商品としてあったものなんで、それを閉じずに生かしたままジャンププラスでやらせてもらえたっていうのは、あのもう多分もうないんじゃないかぐらい珍しい、
例です。で、これなんか別に僕が何かその何かテクニックを使ったわけでも全くなくて、もうひとえにジャンププラスの懐の深さ、ジャンプと比較した時にそのやっぱり実験的な場であろうというスタンスがすごくある媒体なので、ジャンププラスだからまあなんか普通はありえないけどいいんじゃないみたいな、なんか多分そういうね、そのあのおめこぼしをもらってやってたっていう感じが多分リアルなところだと思います。なので、このやり方いいなっつってなんか再現性あるかっていうと、多分再現性はマジで低いと思いますっていうのを最初にお断りしておきます。メリットデメリット、僕が思うところをちょっと話そうかなと思うんですけど、まずあのインディーズ連載のメリット、どこでどう売るか自分で決められる。でどういうことかっていうと、あのまあ例えばジャンププラスだったらそのまあ集英社のコミックスなんで割とどこでも買えるのか、まあどこでも買えるわな、まあどこでも買えるんですけど結局変わんないんだけど、あの例えばさ逆にアマゾンでしか売りませんとかもできちゃうんです、インディーズの場合で。ちょっと今なんか細かい条件が多分なんか YouTube の規約みたいに多分コロコロ変わってると思うからちょっとあの調べてほしいんですけど、基本的にやっぱり独占配信っていろんな どのジャンルでも Netflix 独占配信とかでもあの利率がいいんですよ。要は印税のパーセントがいいんです。だからあの、俺は Amazon 一択だっていう人はあのもらえる印税もその分増えると聞いてます。なので、まあ、実際ね Amazon の Kindle が占めるシェアってすごいものだから、そのやり方は全然正しいし、僕はあの最初の頃はそうしてました、うん、だからそういうなんか戦略も立てれるし、で僕が今どうやってるかっていうと全方位配信っていう形をとっていて、もう手当たり次第全ての媒体、本当にあのマニアックな媒体でも読めるようにしてます。だ大手だとその LINE 漫画とかで、こっちのね原作版配信してるんですけど、だから LINE 漫画の漫画だと思ってる人もいるぐらい、その LINE 漫画は読者が多いです。まあそんな感じでその配信方法も自分で選択できると。でもう一つ決められることで言うと、グッズやメディア化も自分で決められる。で例えばグッズって、まあグッズって呼んでないんですけど、このアントレースのアパレルとかはもちろん集英社とか通してないですし、自分の会社でもないか、その AK5 とかそういうもうちょっと左利きのエレンの作品に近いグッズは自社でやってるんですけど、株式会社夏休みっていう会社でやってるんですけど、これにかこういうアントレースってアパレルに関してはアントレースって会社を作ってます。でこれは僕が社長でも何でもなくて役員の一人なんですけど、代表の社長がいてデザイナーの先輩がいて、まあまあいろんなチームで、まあ、そういうこともやっぱアントレースってさ、もともとは左利きのエレンに出てきた言葉なんで本来ダメなんと思うんですよ。まあ名前ぐらいやったらいけるのかな、わかんないけど、まあできちゃうと。ジャンプスクエアでアントレースって漫画を書いたことがあるんですけど、これを出版するときにですね、アントレースのアパレル領域での商標権を取ってました。なのでまあそういうところも多分普通はやんないかなとは思うんですけど、あとメディア化ですよね。メディア化の話ちょっと話すと長くなるんで割愛しますけど、要はアニメ化とか舞台化ドラマ化全部原作を元にやってるんですよね。でもちろん集英社とかはそのだから本当に超神なんですけど、全部協力してくれてるから、結局美味しいとこ取り結果でなってるから本当に美味しい立場では享受してしまってるんですけど、まあ、メディア化のそのなんだ条件を交渉するとかも普通編集がいるし、なんかアニメのさそのキャラクターデザインチェックとかもさ基本あんまやんないらしいんですよ。まあやる人も多いと思うんですけど、そういうチェックものなんかそういう監修とか契約とかそういうのも全部僕が直接やってます。だから株式会社夏休みがそういう別に出版社の作品だってグッズ化できるし、メディア化できるし、なんなら
そっちの方がさ、インパクトでかいと思うんで、お金が、資本があるんで、いろんなことができると思うんですけど、フットワークが軽い、判断が早いっていうのは、インディーズのメリットかなとは思います。もう一つ、メリット。数千人でもコアファンがいれば、連載を続けられる。で、これはいいのか悪いのか、どう考えるかしたいかなと思うんですけど、例えばさ、そのジャンプって名前が付く媒体だったらさ、ジャンププラス、ジャンプスクエアとか、本誌はもちろんだけど、打ち切りのラインがえげつないんですよね。なんとなくのイメージで、10版かかんなかったら打ち切りみたいなイメージあると思うんですけど、それどころじゃないんですよね。その10版かかっても打ち切りになる場合があるし、戦場なんですよね。だからそれはもちろん、で、そこで生き残った作品はもちろん間違いなく面白いわけで、世に残すべき、連載を続けるべき作品っていうことで、そういう判断材料として絶対不可欠なんだけど、とはいえさ、やっぱり何か作品が終わるたびに、打ち切りになるたびに嘆くファンは絶対いるわけじゃん。それがさ、数千人、数万人だったとしても、その声はあるわけじゃん。で、作者も本当は続けたかったって思ってるかもしれない。で、中で、例えばの数字だからちょっと本当にただの数字なんですけど、10万人読者がいないと連載続けられないのが商業誌だったとした時に、1000人ぐらいいたら多分続けられるんですよね。インディーズ連載って。そのやり方次第なんだけど、例えば僕がやってるノートのインディーズ連載だと、月額500円で、連載を応援っていう形で、原稿料みたいな感じで、お金を出していただいてます。で、僕のノートは、今3500人とか、3500人から4000人ぐらいの間でふわふわしてるんだけど、大体それぐらいいるから、じゃ仮に4000人だとして、月額500円でしょ。だから200万ぐらい、毎月原稿料があると。で、そこまでじゃなくても、例えばさ、1000人から1000円取ったらさ、10万円？計算ができない。え？そんなする？ OK、Google、1000×1000 は？1000×1000は100万です。あ、100万円です。すみません。だから、要は月額のさ、お金をあげればいいわけじゃん。だから、ちょっと読者数少ないけど、どうしても読みたいんだって人が1000人います。なったら、じゃあごめん、1000円払ってって言ったら、毎月100万円で連載が継続できると。みたいな感じで、その作品の規模感とファンの熱量によって、多分メリハリあると思うんだが、続ける方法はいくらでもあると。もちろんこの大前提として、後でも話すんだけど、その商業誌で本当に本格的に売れた時のインパクトと比べたらもう屁みたいなもんだから、あくまで、生活ができる、続けられるっていう、その200万ってあれだよ、後で話すけどさ、そのかかるお金もあるからね、大変なんだけど、それがインディーズのいいところ。で、ちょっと裏表だからさ、その結構重複する話も出てきちゃうかもしれないですけど、ここからインディーズ連載の私が思うデメリットをお伝えします。一つ目、漫画業界で浮く。浮きます。よくわかんない人みたいな感じになりますね。やっぱり普通は、まっとうな漫画家さんは誰かのアシスタントをついて、師匠がいるわけ。師匠、もうあいつは知ってるぞみたいな。師匠がいて。単行本出た時に、その師匠が帯書いてくれちゃったりして。で、アシスタント歴長いと、何人か先生知ってたりして。で、そのアシスタントの横に他の未来の漫画家がいっぱいいたりして。漫画家のコミュニティがあるんですよ。そこに入れないっていう。それを経て、インディーズでやれば別に、それこそ両方取れるんだけど、僕は会社辞めて、いきなりインディーズ漫画家、インディーズ漫画を描き始めたんで、ちょっと、そのコミュニティに入れないっていう。漫画業界で浮くっていうのがある。こういう YouTube とかやってると、変な漫画家だね。漫画家なのかな？みたいな。
いや、言われたことないよ。言われたことないけど、なんかそう思われてそうで嫌だなぁ、みたいな気持ちは常になんかあります。うん。なんか、もうちょっと座して待ちたい、みたいな。その、もうちょっとどっしり構えた漫画家に憧れてるんだけど、だって浦沢直樹になりたかったんだもん。浦沢直樹になりたかったやつには見えないでしょ。だから、ちょっと後悔してるんだけど、まあ、こういうやり方を選んでしまったっていう。まあ、それはまあ、ちょっとデメリットかな。別に顔出ししてなんかその、こういうふうにやる必要はない、必須ではないんだけど、後でも言うんだけど、宣伝が必要になってくる。二つ目。SNS など宣伝がめちゃくちゃ大変。で、うん。まあ、顔出し YouTube とかは別になんかやんなくていいし、その、ぶっちゃけこの動画もさ、何の効力もないんだけど、その、少なくとも TwitterX とかは、まあ、やんなきゃいけないだろうし、別にそれが苦でもないなら別にいいんだけど、俺は結構苦なのよ。X 苦手なんですよ。まあ、YouTube の方がまだ楽しいし、インスタが一番楽しいんだけど、なんか、まあ、X 嫌だなと思いながら最近やってんだけど、嫌だなっていうか、なんかやり方がよくわかんないなっていう、なんか。だからまあまあ、そういう大変さはあるものの、うん、まあ、本当に結構ね、もう恥を忍んでやっぱやいろいろやんなきゃいけないことが多い。だからそのラジオに呼ばれたらラジオに出るし、さんま御殿に呼ばれたらさんま御殿出るし、それも全部そのやっぱり普通にしてたら見られないから、インディーズ漫画家ってジャンプの漫画なんて見てみよ、そのほっといてもさ、誰かが YouTube でさ考察動画を上げてくれたりさ、なんか、あの先生とあの先生は実は仲が良くて一緒に映画で行ってるらしいぞみたいな、なんかそういうさ、なんか勝手にこう、むしろみんながこう、うわーってなる。自分でなんかしないと、やっぱり見つけてもらえないし、まあそういうのを楽しめる人じゃないと、ちょっと、むずいかもっていう感じです。受け身は絶対無理です。で、三つ目。毎日何かしらの監修物チェックがある。これはまあどういう仕事をするかだけど、やっぱりインディーズ連載だけだとその心もとないわけですよ。心もとないし、やっぱりグッズとかさ、こういうさ、何かしらを作れる立場にあるわけだから、そのインディーズ連載漫画家ってさ、そのやるべきだと思うし、なんかそういうのをやる際にやっぱりその毎日毎日何かしらそのチェックだのなんだろうする。で、もちろんメディア化もさ、今アニメ化の準備真っ只中なんですけど、アニメ化も2日に1回ぐらい何かしらメールでチェックが届くし、それをこうチェックして赤字入れて戻すみたいなのを結構もう頻繁にやらなきゃいけないから、割とそういうなんかまあデスクワークというか、そのチェック、毎日何かしらチェックっていうのは、大変だと思う人は大変かな。で、4つ目。これさっき、チラッと触れたお金の話なんですけど、そのやっぱマネージャーとかにお金を払わないといけない。まあマネージャーを雇わないといけない。いけなくはないんだけど、俺も最初はマネージャーなしでやってたんだけど、爆発してもうパニックみたいになっちゃって、チェックも多いし、連載もしてるし、もうスケジュールしっちゃかめっちゃかだし、ほんとこのままじゃ、なんか、ね、脱税しちゃうぐらい、その、税理士に怒られるし、そのレシート管理してないとかさ、だから漫画家がさ、そういうなんか税金関係さ、単独でやろうとしても無理よ。税理士はもちろん全員いると思うんだけど、税理士と直でやってたらすげえ大変なのよ。だからその間にマネージャー入ってもらって、バッチリもう目を光らせてもらって、まあレシートとか全部こうチェックして、カッピーさんこれ経費になんないとか、そういうのを全部やってもらってるっていう。それももちろんだし、スケジュール管理もするし、なんか打ち合わせあるときはうちまで迎えに来てもらってみたいな、なんかそういうなんかやっぱり、まあ、仕事の規模によると思うんだけど、普通になんかこじんまりさっき言ったその1000人以下のコミュニティでとにかく漫画を描いて食べていきたいんだって、それぐらいだったら多分別にいらないんだけど、せっかくインディーズ漫画で可能性がなんかある戦い方をするんだったら、マネージャーつけてみたりとか、そういう人がいておかしくないと思うんだけど、聞いたところなんかいないね。漫画家でマネージャーつけてる人はほぼいないかな。だから今言ったそのなんかまあ税金関係はちょっと多分違うけど、その
アニメの監修とかスケジュール管理とか家は分かんないけど、そのなんか一緒になんか打ち合わせ行ってもらうとか、そういうのって編集の仕事なんですよ。だからまあ編集、まあ編集的ポジションがインディーズ漫画にはいないっていうのはまあ明白なんだけど、それがいないところがインディーズなんだけど、だから作品の内容に全く口出さない編集みたいな感じですね。だからまあちょっと漫画家の業界の言葉で言うと、ライツとかそっち系の人の仕事に近いのかなという感じはするんだけど、まあちょっと違うけど、まあそういう、まあなんだろうね、やっぱりビジネスパーソン、もうゴリゴリビジネスパーソンが一人はいないとちょっと回らないかなっていう気はしてます。ただまあ繰り返してないけど、規模によるんで、私の場合は必要っていう。だからマネージャーでもお金払うし、で今回のね、九段の話で言うと、こういうさ、なんか表紙のデザイン、表紙のイラストになんかお金払われてないんじゃないか、払った方がいいんじゃないか、どうなんだみたいな話の流れで言うと、そもそもこれデザイナーがいるじゃないですか、ブックデザイナー。まあ表紙に限らず、本の中身とかもブックデザイナーがやってるんですよ。目次のデザインとかさ、漫画だけじゃないじゃないですか、その漫画の前後とか表紙とか、そういうところに何かしらの意匠があるじゃない。あれは全部ブックデザイナーって人が作ってるんだけど、ブックデザイナーを自費出版だと自分で雇わないといけない、外注しないといけない、そういう外注費とかも全部自分で持たないといけないし、まあ僕の場合はほぼいないんだけど、その必要な場合はアシスタントを自分で雇う。まあアシスタント自分で雇うは普通の漫画家もそうなんで、関係ないところだと思うんだけど、そんな感じで携わる全ての人に自分が、まあ、ある種バンダイとしてそのお金をこう出していかないといけないっていうのはあります。だからさっきさ、そのノートでインディーズ連載しててさ、200万毎月稼いでるんだあいつみたいな、なんかさ、また嫌いになったみたいなさ、なんかそういう風に思ったかもしれないけど、それを使ってその運用してるんですよ。運用、活動してるんですよ。だから結構その、まああんまり人の給料の話するのね、あれだけど、下品だけど、マネージャーでもちゃんとしっかりお金払ってるし、僕が会社員の時より多分稼いでると思うけど、なんかそういうちゃんと払う人には払いたいと思ってるし、なるべくね、まあ、もっと払いたいと思ってるし、本当はもっと稼いでもっと払いたいし、まあみたいな感じで、その入るお金も多くなっても、入るお金が多かったとしても出ていくお金もしっかりあるぞというのは忘れてはいけないかなと思います。あとまあそうだな、これはちょっとまあ直近であった話だけど、インディーズ連載だから、その毎月お金払って応援してくれてる人がいる手前、救済するとめちゃくちゃ叩かれるっていうのがあります。めちゃくちゃ叩かれました、この前。なんか明るく話すのもどうかと思うんだけど、8月に父が亡くなったんですよ。で、その亡くなって、そのなんか病んでというか、沈んで救済したわけではなくて、普通に長男なんで葬式の準備をしないといけなくて、物理的にちょっと体が開けられなくて救済させていただいたんですよね。で、まあそこまで全部説明せずに救済って言っちゃったからなんだけど、まあお叱りの声があって、まあちょっと言い訳をしてしまったんですけど、その言い訳っていうか、説明しできてなかったなと思って反省したんですけど、まあ年に数回はさ、本当にのっぴきならない用事ってあると思うんですよ、どんな人でも。ロボットじゃないから、そういう時にやっぱりちゃんとそのインディーズ連載だからこそ読者とコミュニケーションを取って、悪く思われないように、その誤解がないようにやっていくっていうのも、そのコミュニティ運営をする上では大事なんだなっていう、その学びを得ました。なのでまあ基本的に救済するつもりは基本ないので、続けるんだけど、もし今後ね、そういうことが可能性がある場合は、ちゃんと納得してもらえる伝え方をしたいなと思ってます。
まあ、てな感じで、そのまとめるとインディーズに向いてる人向いてない人っていうのが多分いると思って、ざっくり言うと、インディーズに向いてる人は心身ともにタフな人、心と体が元気な人っていうのがまあ一番大事かなと。で、2つ目が創作が安定している人。なんかさ、インディーズ連載の方が商業誌よりなんかスケジュール緩そうなイメージあるじゃん。でもやっぱそのちょっと前に言った通り、インディーズだからこそ読者はもう身を乗り出して待ってくれてるわけよ。普通になんかジャンプ買ってきてついでに読む漫画ではないのよ。指名買いでこの漫画にお金払ってんだってやってくれてるわけだから、そこの覚悟は必要だと思う。だからその毎週連載しますって言ってて、なんか月に1回とかさ、なんか半年ぐらい休んじゃうとか、それは多分ちょっと成り立たなくて、そういう意味だと商業誌ももちろんなんだけど、インディーズもその創作の安定感っていうのは必要になってくる。まあ漫画家って全員そうなんだなと思います。そこの本当にそのルーティンワークというか、その絶やさず書き続けることができるかどうかっていうのは結構あるなと思います。で、3つ目、社会人経験がある人が向いてると思います。やっぱりなんか人を雇ったり、なんか誰かに外注して何か仕事を振ったりって、まあ社会人経験ないとちょっときついのかなっていう。僕の場合はちょっと似たような仕事してたんで、広告代理店で働いてたから、その発注者的な仕事だったんで、まあこういう仕事はああいう人にお願いすればうまくいきそうとか、なんかこのプロジェクトにはなんかこのポジション足んねえなとか、じゃあこのポジションはちょっと探そうかみたいな、なんかそういうのも必要になってくるし、まああとさ、やっぱり出版社の編集ってめちゃくちゃ優秀なんですよ。超エリートなんですよ。全員頭切れるし、コミュニケーション能力あるし、すごい、まあ、学歴はその人それぞれだか分かんないけど、まあ、超できる人たちなんですよ。そういう人たちと一緒に打ち合わせとかやってるから、なんとかなってるだけで、漫画家がピンで何かやろうとした時に、結構その俺自身にその社会人スキルが求められるんですよね。私の結論を言うと、私自身はその、両方インディーズ漫画も商業誌連載も両方続けてきたし、これからも両方やり続けます。で、なぜかというと、まあ別にさ、その生きていく食っていくだけだったらインディーズだけでもいけるんだけど、そのなんで両方必要かっていうと、インディーズはあくまで実験の場だと思っていて、商業誌連載は実践の場なんですよね、僕にとって。だから自分のホームグラウンドでもう新しい必殺技をさ、いろいろ試してさ、これ意外と強いぞとか、これはダメだったかとか、なんかいろいろ自分のもう持ち物だから、インディーズ連載ってもう全部自分のものだから、編集になんかそれやめといてとか言われないから、全部思った通りに書けるし、いろいろ試せると。で、いろいろ試して、あ、これ俺の武器だわって見つけたら、実戦の場で、ホームグラウンドじゃないそのアウェーのもう戦の場でそれを実践する。それがまあ例えばジャンププラスだったりスピリッツだったり、そういう商業誌っていう風に僕は位置づけてるんで、両方あってほしい。で、両方あって何がいいかっていうと、やっぱりインディーズ連載だけだと読者数っていうところの壁はあるんで、やっぱりさ、そのまあ国民的ヒット作品を作りたいとは思ってないんだけど、そのなるべく人に知られる作品を作りたいと思ってるんで、そういう意味だとやっぱりその挑戦は続けないといけないなと思ってます。だから商業誌連載は絶対にやめません。まあなので、まあどっちか絶対選べって言われたら、僕はまあ多分商業誌の方を選ぶと思います。で、なんかまあ原作者ってそもそも割と自由聞くんで、その漫画家、普通の作画までやる先生だと、そのなんかジャンプでしか描けないとか、マガジンでしか描けないとか、なんかその縛り、なんかまあ最近は自由になってきたと思うんだけど、まあ割とあると思うんで、でも原作者ってどこでも連載していいんですよ。同時でもいいんですよ。だから集英社でジャンププラスで連載してる時に小学館のスピリッツで連載してたし、
そんな感じで、なんかいろんな場所でいろんな、なんかチャレンジができるっていうのも原作者の役得なので、それは続けていきたい。で、僕のまあ小さな夢が、全ての出版社と仕事がするのが夢です。なので、まだ僕とお付き合いない出版社の方はぜひ連絡くださいみたいな感じなんですけど、今のところだから、ね、集英社、小学館、秋田書店、まあ直近だとその辺なんで、まああと講談社かなみたいな、講談社みたいな、講談社の人みたいな感じでちょっとやってるんですけど、まあ、まあでもまあだからそのインディーズとかなんかいろいろ自分でなんかまあ僕もさ、その漫画家になった時に会社作って、会社をわざわざ作って、個人事業主じゃなくて法人化して、いろいろやっていきたいと思って始めた、お仕事なので、まあその通りいろいろやれてるので、すごいもう楽しい限りなんですけど、うん。なんかもうちょっとさ、その漫画以外のこと、うん、そのインディーズか否かってだけじゃなくて、そのいろんな仕事ができる、人材だと思ってるんで、漫画家って、漫画家っていろんなところに才能が生かせるんですよ。まあ世の中にその漫画家が作った漫画以外のものとか増えたら面白いし、インディーズ漫画も増えたら面白いなと思っております。で、ちょっと最初の話題に戻って、まあ表紙の原稿料出ないんかーいみたいな話とか、まあなんかその出版社との条件面でさ、そのいろんな話があるじゃないですか。で、ちょっとそれに対して、まあ一個一個の議題に対して突っ込んで何か言うことはしたくないんだけど、一個ちょっとお伝えしておきたいことがあって、これはだからインディーズで漫画を描かないにせよ、その出版社とだけ仕事をするにせよ、必要なことをがあります。それは全ての契約書をちゃんと読むっていう、まあ、当たり前のことなんですけど、契約書を結ぶときに絶対に書いてあるんで、あるいは書いてないんで、その原稿料はこの限り、要は表紙の原稿料の話に触れてないとかさ、文句があるならその時に言えっていう方はちょっと乱暴すぎるんですけど、ちゃんとその契約書を結ぶときに交渉できます。どんな契約に対しても交渉の余地があります。で、別にそのなんかその言い方さえ間違えなければ、そのコミュニケーションさえ間違えなければ、別になんかめんどくせえやつとか思われないんで、その僕そのなんか自分で言うのもあれですけど、結構さ、はちゃめちゃな働き方してるんで、珍しい働き方してるんで、よく編集から声かかるねみたいなさ、なんかちょっとめんどくさそうじゃん。でも割とそのひっきりなしに編集、いろんな編集さんからお仕事しませんかって連絡いただけるのは、まあ一個要因かなと思うのは、そのちゃんと話せそうみたいなのは多分あって、ちょっと自分で言うと恥ずかしいんですけど、だからなんかさ、怒ったりさ、ツイートしたりさ、しないでっていうと、なんか誰かを敵に回しそうだけど、その基本的に面倒くさいと思われるのは、誰かに面倒くさいと思われるのって、オンライン上で何か起きる時だと思ってて、オンライン上の振る舞いって面倒くさくなりがちなんですよね、直接いないから。いや、だからその直接いる場で何か、これってなんか話含まれてないですよねとかいうのは全然絶対面倒くさいとか思われないんで、まあそれを面倒くさいと思う編集だったら、こちらからじゃあ別の出版社行きますとかでもいいし、なんか基本的にそのフェアなんですよ、漫画家と出版社はフェアな関係なはずなんで、そのフェアな関係で握手して仕事しましょうの最初の段階が契約書なんです。なのでその契約書をちゃんと読んで、過不足ないか不満がないか、チェックした上で、あとはもう漫画描くだけだ、もう漫画に専念してもらうっていうのが やっぱ一番ヘルシーなんじゃないかなと私は思います。まあそんな感じでちょっと長々喋ってしまいましたが、ちょっとそういう思うことがあったので、ちょっと急遽動画にしてみました。そんな私のインディーズ漫画はですね、Amazon で販売しております左利きのエレンの原作版はじめ、いろんな作品をまあインディーズで出してたり出版社で出してたりします。なのでちょっと興味ある人は、まあ一番
インディーズ活動として分かりやすいのが左利きのエレンという作品だと思うんで、よかったら読んでみてください。まあ、そんな感じで、このチャンネルでは左利きのエレンとか私のそのインディーズ活動とかそういう活動にまつわるこのアパレル出しますとかそういうのに対する告知をするチャンネルなので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンなどよろしくお願いします。ありがとうございました。